いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデルアウディ A8 4.0 TFSI クワトロを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー右フロントフェンダーに飛び石が、フロントバンパー左側、左フロントドア、右フロントドアエッジ、右リアフェンダー複数、リアバンパーに傷がございます。右フロントリアのアルミホイールにガリ傷がございます。それ以外に大きな傷やへこみはございません。外装色はグレイシアホワイト、インテリアはブラックレザーを採用しております。アウディが誇るフラグシップセダン A8 でございます。こちらのモデルは4リッターの車ですので、ベースの3リッターのモデルよりも110馬力アップしており、ドライバーズカーとしてもお楽しみいただける1台です。また内装に関しましても、シートヒーター、ベンチレーターはもちろんのこと、ボーズサウンドやマッサージ機能付きのシートと非常に豪華な装備が備わっております。ヘッドライトは LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックは4リッター V 型8気筒ターボチャージャーが搭載されており、最高出力は420馬力を発揮します。足元には純正20インチアルミホイールが装備されており、迫力のある足回りとなりました。またタイヤの山に関しましては前後5分山程度となっております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクは電動での開閉となります。トランクスペースは広々としており、普段使いから旅行など幅広く対応することが可能です。続きましてインテリアの紹介です。インテリアはブラックレザーを採用しております。またこのシートにはマッサージ機能が搭載されており、長距離ドライブも楽に行うことができます。ステアリングは4本スポークのマルチファンクションステアリングです。ステアリングにはパドルシフトが装備されており、自由自在に変速を楽しむことが可能です。またクルーズコントロールにより高速走行時には快適なドライブもお楽しみいただけます。ナビゲーションは HDD ナビゲーションが装備されており、地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトは8速のオートマチックシフトです。細かな変速によりスムーズな加速が可能です。続きまして後部座席の紹介です。後部座席に関しましても前席同様綺麗な状態を保っております。室内空間を広くとっているお車ですので、大人の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2013年モデルアウディ A8 4.0 TFSI クワトロを紹介させていただきました。パッセンジャーカー、ドライバーズカー両方の顔を持つお車です。またこちらのお車はワンオーナー車両ということで、まだまだお楽しみいただけます。この機会にぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。